明日楽しみだね。うん、どんな気持ちになるんじゃろうな。大好きな人たちが目の前におるんで、こんな幸せなことってないよな。なんか結婚式も私たちが本当は主役だけど、ゲストのみんなに楽しんでもらいたいなと思って作り上げてきたから、一人一人なんかやっぱ思い入れが強い分、なんかすごい周りの人に恵まれて明日が迎えれそうだなって思ってます。なんでまとめたありがたいね。ありがたい。だから結婚式を迎えるけど、なんか家族とかなんか友人にみんなにありがとうって伝える場でもになればいいなって思ってます。こんちゃんは蓋を開けると結構普通じゃなくて、素直でいてちょっと変態なところとかがやっぱなんかよくね、うん、今日はクリスマスをテーマに結婚式を作ってきたんですけど、2012年と12月25日に私たちの付き合いがお付き合いが始まりました。クリスマスは私たちにとってすごい大切なシーズンなので、今季節は春なんですが、どう思った？それまた何か言っとるわと思って乾杯。乾杯。この先の人生を、パートナーとして一緒に歩いていってくれることを誓いますか？はい、誓います。泣いたり笑ったりな、よかったよかった。ありがとう、おじいちゃん。一番長くいたもんな。おじいちゃんにお世話になってきたから。なんかいいパートナーに出会えたなって。ラブラブっていうより友達っていうか、彼氏と彼女って感じでもないよな。パートナーって感じなんじゃけど。うん、そんな気はする本当今のえ、うん、うん、思ってる思ってる、うん。